どうもこんばんは。これパワーアンプに使う真空管が中に入っているんですが、使う真空管によって音がどのように変わるのか検証していきたいと思います。子供プロダクションチャンネルでございます。というわけでまずはパワーアンプの紹介。ダイナコの Mark 3っていうパワーアンプを使っております。で、出力管に KT88 を採用しており、プッシュプル方式によってハイパワーを得ています。定格 60W、 ピークで 140W となっております。で、こっちがもともとついてたやつなんですよね。ソブテック、まあ、ロシアの真空管、まあ、こっちもロシアなんですけど、ソブテックとこれが新しく買ったというか、まあ、パワーアンプ買ってすぐこっちに帰ったんですよね。ゴールドライオン、まあ、いい音だなってこっちの方で聞いてたんだけど、果たしてこっちの音はどうだったのかちゃんと検証してなかったんですよね。ろくに聞いてないんですよ、こっちの真空管の音。それで今回改めて検証してみようかなっていう。こっちはこういう感じなんですよね。で、こちら、こちらはこっちの方が大きいんですよね。こんな感じ、まあ、この2本の真空管による音の違い、これ早速聞いていきたいと思います。
聞きいただきましたが、皆さんはどのように感じましたでしょうか。あ、ちなみに今日はワイン飲みながらやってました。お疲れ様です。アルパカピノノワールチリワインですね。で、聞き比べた感じなんですが、ちょっと微妙にこう分かりにくい感じでしたよね。あんまり大きな差はなかったと思います。まあ、両方ともロシアの真空管だからそんな大差ないのかな。中国製とかだと大きく変わるのかもしれないですけど、まあ、分かりづらかった部分はあるんですけど、やっぱり音は若干違ってはいましたね。まあ、私が感じた印象で言うと、まあ、こっちのソブテックの方はさっぱりとしたなり、キリッと締まってて少し淡白な印象でした。で、こっちのゴールドライオンの方は少しファットでこってりとした印象かな。まあ、ちょっとこう艶やかと言いますか、滑らか、まあ、どっちが好きかって言ったらこっちの方が好きな気はしました。なんかこうリッチには聞こえましたね。こっちの方はちょっとこうさっぱりした感じっていうか、まあでもこれ値段ほどの差があるのかな、どうなんだろうな。ちなみにこれ値段はAmazonで33,000円ぐらいだったと思います。私買った時も今もそのぐらいの値段で売ってたと思います。あの、後で概要欄の方にリンク貼っておきますんで、興味ある方はそちらの方から覗いてみてください。まあ、これ動画でヘッドホンで聞いても違いなかなかこう分かりにくいかとは思うんですが、実際にこう聞いた感じはなんぼかリッチ、こっちはさっぱりした淡白な感じ、まあ、そのような、まあ、印象でした。私が聞いた感じ、ちょっといいヘッドホンで聞くと分かりやすいとは思うんですが、まあ、何回か繰り返して聞くと雰囲気はわかるかと思います。今日は真空管による音の違いを検証してみました。また面白いことありましたら動画にしていきますので、よろしくお願いいたします。それともしよろしければチャンネル登録の方とグッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた後ほど、さようなら。